アルフレード・ベルナーはスイスの科学者。繊維元素作体の八面体系の構造を提唱し、1913年にノーベル科学賞を受賞した。作体科学の創始者。無機科学の分野では最初のノーベル科学賞であり、1973年までは唯一だった。アルザスのミュルーズで生まれる。学を学ぶためスイスの大学に、 進学し、1890年に博士号を取得。パリで研究生活を送った後、1892年に中立ヒ大学に戻り教授となった。1895年、スイス市民権を得た。1919年死去。1893年、ベルナーは、作ンを含む、肺イ化合物の正しい構造を提唱した、最初の人物となった。 それは中心に繊維金属原子があり、その周りに中性、または影音の範囲子があるという構造である。例えばコバルトはココル 36NH3 という化学式で表される作体を形成するが、ドットで表されている部分の関係は謎だった。ベルナーは CO6CL3 という構造を提唱し、 CO3 イオンを6つの NH3 が取り囲んで8面体を形成しているとした。3つの CL マイナスは自由イオンとして分離しており、ベルナーは水溶液の電気で沿率の測定と硝酸銀を使って塩素イオンを沈殿させる実験で確認した。後に、ココル 36NH3 の科学的性質についてのベルナーの提案を確認するのに、 自家率の測定も行われた。複数種類の排一種のある作体では観測される異性体の数がベルナーの説によってうまく説明できる。例えば彼は CO4Cl3 には緑と紫の2つの異性体があることを説明した。ベルナーはそれらが2種類の機械性体であり CO4Cl2Cl CL という化学式で表され、 電気伝導率の測定によって一つの CL マイナスが分離していることを確認した。コバルト原子が4つの NH3 と2つの CL という位子に囲まれて八面体系を形成している。緑の異性体はトランス型で CL は相対する頂点に位置するが、紫の異性体はシス型で CL が隣接する頂点に位置している。ベルナーは 光学異星体の作体の存在も予測しており、1914年にヘクサールと名付けた化学式 CO423BR6 のキラル化合物の合成に成功した。ベルナ以前の科学者は元素の原子化を結合の種類を特に区別せず、何個の結合を持てるかという数としていた。しかし例えば CO6CL3 のような作体では、 ベルナーは COCl 結合は主原子化3に相当する距離の長い結合だが CONH3 の結合は弱い、副原子化6に相当し距離が短いと考えた。この後者の6という値をベルナーは配位数と名付け分子が中心の金属原子に直接つながる数と定義した。彼は他にも配位数4と8の作体を発見している。 この見方や他の類似の見方にのっとり、リヒャルト・アベグは1904年にアベックの規則と呼ばれるものを提案した。それは元素の性の最大の原子化と負の最大の原子化の差は8になるというものである。この規則をさらに発展させたのがギルバート・ルイスで、彼は1916年にオクテット則を定式化した。今日ではベルナーの主原子化は、 酸化数に対応し、復元死化は今も肺数と呼ばれている。上の例での COCl 結合はイオン結合に分類され、CON 結合はルイス酸、CO3 とルイス塩基 NH3 の肺結合に分類されている。ありがとうございます。